皆さんこんにちは。先週アベマさんのアベプラという生放送の報道番組で、そうウクライナ避難民について僕とビカとビカのお姉ちゃんでちょっとお話しさせてもらったんですけど、ちょっとそれについて誤解というか僕たちの気持ちがうまく伝わらなかったかなっていうところもあるので、ちょっと今日はそれについてお話ししたいなと思うんですけど、僕の知り合いの方から紹介していただいてもらった話なんで、ある意味ちょっとみんなにちゃんと話を聞かないで結構勝手に話を進めちゃったっていうところもあって、みんなはやっぱり結構センシティブな問題だから、それについてちょっとね話すこともすごい不安に思ってたし、ただでさえ日本語もわからない中、日本の番組でしかもそれが生放送で結構不安がある中ね、僕はちょっと勝手に決めてしまったところあるんで、そこすごい申し訳ないなと思うんですけど、出演するにあたって、僕たちが伝えたかったメッセージが2つあって、1つは、日本のサポート、すごい感謝してるっていうことと、でもう1つはこの支援の輪を広げていくこと、自分たちが受けた支援を今後他の人たち、困ってる人たちにつなげていくっていう、その2つを、メッセージとして伝えたかったんですけど、放送前にスクリプトというか、その全体の流れだったりとか、あとはこんな質問があるかもしれないっていう、いろんな質問集ですよね、もちろんそのどんなことを聞かれるかっていうのはその出演者さんの皆さんによるんで、それは全くわからないんだけど、もしかしたらこんなこと聞かれるかもよっていう、質問集がたくさんある中で、ロシアについてどう思いますかっていう質問があったんですよね。それで僕がちょっとこれをもし聞かれたとしてもあまり悪いことは言わないでくれっていうお願いを僕がして、というのも僕たちがこうやって生放送で出演する理由というか、伝えたいメッセージが、日本への感謝とプラスでポジティブなエネルギーを、つなげていくっていうところを伝えたかったんで、そこでねもし誰かに対して、誰かも また何かに対して不満だったりとかすごいネガティブな悪いことを言ってしまうと、僕たちの伝えたいメッセージと全く真逆を言ってしまうなと思ったんで、なんで僕がビカとビカのお姉ちゃんに、あんまり誰についてもちょっと悪いことは生放送で話してほしくないっていうお願いして、そんな形で望んだ、放送だったんですけど、今思うとね、実際にすごい大変な思いをしている人たちっていうのはウクライナ人のみんなだし、今の状況に対してどう思うかっていうのは日本人の、僕が外からこう言ってくれって言えることじゃないなと思って、やっぱりね話で聞いたりとか映像で見たりとかすごい本当大変だったんだなっていうのは想像はできるけど、でも本当の意味でどんだけ大変かっていうのは本当の意味では全然理解してないから、何に対してもねちょっと悪いこと言わないでくれっていうのは、ちょっと僕が日本人の僕が外からこうちょっと触れられる問題ではなかったなと思ってすごい反省してます。案の定やっぱりロシアに対してどう思うかっていう質問があった時に、ちゃんとビカのお姉ちゃんは国民に対しては何の恨みもないっていうふうに言ってくれたんですけど、結構それがねウクライナの人からしたらちょっと違うふうにとらわれちゃったっていうか、ちょっと反感を買っちゃってるところもあるんで、じゃあそこはちょっとねある意味僕がちょっとそういうふうに言ってくれってお願いしたっていうところはちゃんとみんなにも分かってほしいなと思ってこの動画撮ってるんですけど、あとは僕たち の YouTube チャンネルでもたまにコメントで、みんなをロシア語を喋るから、彼女らはウクライナ人じゃなくてロシア人だっていうコメントもあるんですけど、あとはねそうやってロシアの国民を悪く思ってないって言ったことによってね、こいつらはロシアをサポートしてるだとかね、そういった風に、一部では捉えちゃってるんですけど、ビカの家族はロシア語で喋りますけど、でもなんだろうな、ウクライナで、半数近くの家族はやっぱりロシア語で会話してる人たちがいるらしいし、いくらロシア語を流暢に喋れるとは言ってもやっぱり本当のロシア人の人からしたらやっぱりビカたちのロシア語ってちょっとおかしいみたいで、あくまでもウクライナ人だし、ただロシア語で会話をしてたってだけで、でそれでロシア語で会話してるウクライナ人の家族っていうのは他にもたくさんいる。そしてもう僕たちははっきり言いますけど、ロシア軍を一切支援してないしサポートしてないし、今起きてることだったりとか、ロシア軍がやってること、ロシアがやってることっていうのは一切サポートしてないし、ただビカの家族だったりとかみんながどう思ってるかわからないんだけど、僕がね日本人として別に僕が実際にそういった経験をしてるわけじゃないから、僕が出しゃばれることじゃないのかもしれないけど、僕がこうやって YouTube だったりとかこういったソーシャルメディア、
SNS の媒体を使って発信させてもらってる上で、もらってる立場として僕が伝えたいメッセージは、やっぱりこう憎しみに憎しみで、返してしまっても、それってやっぱ負の連鎖しか生まないと思っていて、まあもちろんね、そんなことね、外にいる日本人だから僕がそうやって言えるのかもしれないけど、もし実際に、僕の家族だったりとか大事な人が今ウクライナにいて、大変な目に遭っていたら、ね、今同じこと言えるかって言ったら正直わからないです、それはね。こうやってね、ロシアのやったこと許せないからって言って、その怒りとか憎しみがロシアの、国民の人たちだったりね、あとはそれこそ日本に住んでるロシア人だったりね、ロシア料理屋さんとかね、ロシアのお店とか、そういったところにこう憎しみだったりとか攻撃の、矛先が向くっていうのは、それはやっぱ違うなと思ってて、いろんな意見がありますよ。いろんな意見があるし、その国のトップを選んだのは国民だから、国民にもね、責任があるっていう考えだってあるのもわかるし、別に僕はそれを否定してるわけじゃないですね。ロシアが憎いって思ってる人たちだって絶対いるし、俺はそれは絶対否定できないと思う。だって自分も実際に、僕の家族とか僕の大切な人が今ウクライナにいて大変な目に遭ってると思ったら、僕もね、今と同じようなことを言ってられるかって言ったらそんな自信ないし、みんなそれぞれやっぱ思うところあるし、そこはやっぱ否定はできないんだけど、ただ僕のメッセージとしては、やっぱ憎しみに憎しみでこうぶつけていくんじゃなくて、僕たちは今日本に住んでるから、やっぱサポートできるところはサポートしたいし、逆にサポートしてもらってる分は今度そのサポートを他の困ってる人たちにつなげていきたいし、そうやってなんだろうな、言葉で言うのは簡単かもしれないけど、すごいプラスなエネルギーで回していきたいし、つなげていきたいっていう思いがあるんで、だからこうやって発信させてもらってるんですけど、ちょっとね、だから生放送でね、お姉ちゃんがロシアの国民に対して憎しみはないって言ったことに関して、ある意味ね、僕が前もって、ロシアに、何に対してもちょっと悪いことは言わないでくれって僕がお願いしたのもあるし、あとはそのお姉ちゃんの発言によってね、僕がある意味言わせた発言なんだけど、その発言によって、ウクライナ人の人たちが、彼女らは、ロシア語で会話してるし、ロシアのサポート、ロシアの味方なんじゃないかとかね。そういうふうにちょっととらわれちゃってるんでね、ちょっとそれは違うよっていうのをしっかりと伝えたいなと思って、あとはね、もちろん生放送で、彼女たちもいろんな大切な人たちがね、ウクライナのいろんなところに住んでるわけで、もちろんその人たちの安全だってね、すごい心配だし、気にかけなきゃいけないし、やっぱ何でもかんでも生放送でね、本当に思ったことだったりとか、何でもかんでもやっぱ言えるわけじゃなかったですよ。すごいいろいろと言葉選びながら、気をつけながら、話したんで、それがね、生放送っていうところで、すごいちょっと、申し訳ないことしたなって僕は思います。これをきっかけにね、僕たちが伝えたかったこのプラスなメッセージ、それを受け取ってくれる人が少しでもちょっと増えてくれたらいいなって、思います。そう、だからね、結構ウクライナ人のコミュニティの中で、もしかしたらお姉ちゃんの旦那さんがまだウクライナにいるから、もしかしたら、旦那さんをロシア軍に入ってウクライナと戦ってるんじゃないかとかね、そういった憶測とかもあったりするんだけどね、もうそんなこと一切ありえないしね、旦那さんはウクライナ人だし、ウクライナ人なロシア軍に入ってウクライナと戦ってるなんてことも絶対ないしね、今ロシア軍がやってることに対してはもう完全に反対です。それだけはね、ちょっとちゃんと分かってほしいなと思って、僕たちの、動画をいつも見て、すごい温かいコメントをくださる皆さん、ありがとうございます。すごい、やっぱり、美香のお姉ちゃんもね、そういったメッセージとか、やっぱ今翻訳機能もあるから、その YouTube の中で翻訳してみんなのコメント、お姉ちゃんも読んでるし、そういった温かいコメントってすごい彼女たちの励みにもなるし、僕もすごい、やっぱ同じ日本人としてそういった温かい言葉をかけてくれるみんなが、いるっていうのはすごい嬉しく思いますので、本当にありがとうございます。